ギモンのとんでもない配球を披露。後崎智也もびっくり驚異の配球術。マリナーズのエースルイス・カスティーヨ、驚きの47球連続ストレート、4回0アウトから7回3アウトまで7回1失点という奪三振で10勝目。超異例の投球術で素晴らしい結果を残す。え、はい、ルイス・カスティーヨオールストレート47球連続。あ、大量リードだからオート進行ってか。フォーシーム足すツーシームってことね。十分やろ。適度に荒れててストライクも取れるから他の球種投げなくてよいんじゃないかな。見た目以上に速そうだし。そんだけストレート投げてるのに47球でアウト9個取れるのすごいな。1人平均で 5.2 球しかかけてない。普通に打ちにくそ。いい球放っとる。カスティーヨの投げ方めちゃ好き。これで空振り取れんのすごいな。それで抑えられるのがすげえわ。開拓や梅野龍太郎かな。さ、開拓やはうなずいてそう。わかる。これ里さんなんて解説するんやろうね。気になるな。やっぱリードって結果論だわ。投げたの極めたらリトーンなんて無意味にさせることできるんやな。勉強になったわ。結局結果論やな。昔のフォックスで言えばそれこそ千賀とかサマルナストボリしすぎても通用したし。リード中八丁やろこんなん。所詮結果論なんだよな。ね、これはカスティーヨ気持ちいいだろうな。こんな圧倒的なピッチングしてみたいものだよ。